ぴったり選手権。ごめん投げた。この競技は、はい、タイム、グラム、枚数、紙の枚数を競うゲームです。ゲームです。選手権です。はい、よりぴったしになった方が勝ち。はい、まず1個目はこのストップウォッチで1分を、はい、1分間隔で。1分長いね。どっちも自信ない。ないね。ないね。競技目はこちらのたこ焼きの粉を 100g 取るゲームです。より近かったのが勝ち。はい、3目目はこの紙のをもう1秒でペタッて取って30枚。はい、30枚近くなるというゲームです。30枚か、感覚のゲームです。よーい、スタート。1分か分からない。いきます。はい。よーい。スタート。はい。どうでしょうか。もうこのタイム、どうぞ。1分21秒。14。あれ ?1 分って60秒だよね。頑張って。普通に数えたでしょ。ちょっと感覚でやるわ。普通に数えて30秒もずれる。20秒もこれさ、もうちょっとなんか自分の感覚に自信をなくしたらショックだもん。飲食店でね、焼く時の1分をちょっと体感で やりたい、うん、やってみてやってみて。すごいよそれ。焼く工程やるの。すごい。いきます。やば。よーい、スタート。出来上がりました。早いよね。ちょうどいいんじゃない。はるちゃんのタイム1分17。これすごい接戦だね。はい、次の種目は、はい、グラム。あ、何？次の種目は粉。グラム。グラムでいこう。次の種目はグラム。ちょうど中途半端なたこ焼きの粉が賞味期限切れのがあるので、あ、これちょっと飲食、元飲食店はちょっとあるかもしれない。いや、私もクッキー作ってるんでね、毎。そうだよな。毎年100でしょ。100です。よーい、スタート。いくよ、じゃあ GO。 はるちゃんの記録、はい、これいくつなん。82。いきます。頼む。それではモコの記録、はい、モコ選手の記録。うわー、これはどうなんだ。うわ、モコがやっぱ近くないか。一緒やん。ほら、はるちゃんの画面やん。微妙なさ。はるの勝ちでーす。3種目目、はい、30枚。いきます。いっせーので。毎週水曜日。